明日の洗濯情報をお伝えします。まずは各地の天気の流れを確認していきましょう。青は雨、グレーが曇り、オレンジ色が晴れの予想のエリアです。明日は太平洋側ほど日差しのチャンス日中はあるんですが、午後になると大気の状態が不安定となり、山沿いを中心に雨雲が発生、発達しやすく平野部にも流れ込む恐れがあります。各地でにわか雨の可能性があり、強雨や雷雨の恐れがあるため、洗濯物は空の様子を見ながらということになりそうです。それでは各地のお洗濯情報を見ていきましょう。各地で黄色の心配でしたり、あとは NG というところが多くなっています。各地でにわか雨の可能性があるので、空の変化を見ながらの洗濯物となりそうです。午前中は日差しが届いていても天気急変の恐れがありますので、お出かけする際は部屋干しが安心となりそうですね。空の変化に気をつけてお過ごしください。以上、洗濯情報をお伝えしました。